お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちらのデッキを使っていこうかなと思います。でロイホグデッキですね。でロイホグデッキなんですけど、まあゴブ小屋が入ったりクエイクだったり、まあヒースピー、まあこれはちょっと最近入ってるんですけど、あとガゴブレですね。これがねめちゃくちゃ久しぶりの登場かなと思います。で、まあ、やっていくんですけど、ガゴムレがですね、今までマジックアーチャーのせいで本当にもう終わってたんですよね。もうマジアーチャーに処理されて、もうガゴムレが本当にもういなかったんですけども、マジアーチャーやっぱ加砲されて結構弱くなってますね、本当に。なんで、もうマジアーチャーマジでいないんですよ、ほぼ。ほぼほぼいなくて、いなくなったことによってもうガゴムレがね、生き生きしてますね、今。で、もうガゴムレプラスのヒールスピリットがね、めちゃんく強いの、これマジで。めちゃくちゃ強いですね。本当はこの後ろにもガゴムレをつけるだけとかで相手はマジ苦しいんですけど、ちょっと回ってないんでね。はい。でもうロイホグガゴムレヒースピをすればもうなんかね、初見殺し大ダメージ一気に与えて、なんかもうパーティーみたいな感じになっちゃいますね。これは美味しくいただきましょう。スケバレ早い。スケバレマジで強くなりましたね。なんかこういろんな YouTuber が動画出してる中でこうみんな意見が違うんですね。なんかこれ弱くなってるとか、これ強くな、まだ強いとか、こうなんかいろいろね意見が違うんですけど、僕はねこうゴブガヤもスケバラも両方強化だと思ってて、よいしょ、だからこうちょっとね流行ってるんだと思うんですけども、スケバラちょっとね早くなってね厄介ですね。マジで厄介。なんかこうベビーとかだけで受けようとしても受けれないんですよね。ベビーだけとかで、今までメガゴだけとかで受けれてたのに、もうなんかそんなんじゃない、もう間に合わないんですよね、早すぎて、あの子。さあ、で今相手はゴブ小屋使ったんでロイホグ飛ばすんですけど、ワンチャンメガナイト、あーコウモリか、コウモリ吹きや、あー高回転のやつですね。これどっちかに来ますね。ワンチャンこっち来たら、あーこれウッド使っちゃうか。やばい、いていていて、あ待って、めっちゃおしゃれななんか攻め方してる。でこれ端前あれが来るともうガゴモリで速攻溶かしちゃおうかな。ヒースピ、イースピーじゃねえ、あのスケバレが来たらね速攻ガゴムレで溶かしてやりたいんですけど、もうねどうしようかな。ちょっと待って、まあ、一回受けからいきますか。で小屋壊しつつ、さあ、まあ、相手はね僕のガゴムレの存在を知りませんから、もうガゴムレ無双が入るんですよね。ですが、まあ、220は正直いつでも削れるので、一回ストップの、よいしょ、これヒースピア当てるだけでこのガゴムレが行きます。まあ、ポイズン垂れるとさすがにね上がっていくんですけど、まあ行っちゃいますか。まあ、ウッドでいっか。待って、ウッドは負け筋だな。さては、しかも当たんね、待って、やべ、さてはやばいですね。まあでもこれでまたディガーを拾って、いやこれ勝てます。137は正直削れるんですけど、ああ僕も削られるんだ、なるほどね。新しい。拾うよ、俺は拾うけどね、ごめんね。正直今11になってピンチになるのを想像しててやべえなと思ったんですけど、まあね、ああいうこういうラッキーな勝利もありますね。本当にまあロイホグガゴムレ今できてなかったんですけど、一回も。マジでロイホグガゴムレヒースピすると、相手がなんか普通にベビとか、まあザップ、エレキとかなんかで対応してきても余裕で突破できますね。で、しかも初見殺しで、なんか一気に持っていけるんで、ちょっとそれをね、今回もやりたいと思いますね。とりあえずゴブ小屋置いて、で防衛では強いですね、この2機は。あのバーバリアンとかゴムレ、そして小屋プラスのマスケットこう離して出したりするんで、大型にはねマジで強いと思いますね、個人的に。でもし相手がバルーンとかでもガゴムレ出したら雪玉とか矢の雨とか飛んでくるんで、すぐヒースピ出せばもう無双っすね、全部いきます。うん、これワンチャンルート強制できるんで、ね、ああちょっと違う、ちょっと俺の思ってるのと違う、耐えてー、やめ。オブでー。とりあえずスタイルけど、待って、ヤリゴブリンこっち来て。あ、裏切りのヤリゴブリン。やばい。このメガゴ結構痛いっすね。ラバル、普通に小屋置いちゃったんで、バルーンのルート強制全然できないっすね。てか、普通にタワーに走っちゃったって感じっすね。まあ、ですが、もう270は捨てましょうか。270捨てて、
多分1030話も削れると思うっていうか、まあ削らないといけないですね。ちゃんと。これもうね、バーバリアンで攻めますね、これ。で、ヒースピーチを攻めでなんか使うように。ヒースピとヤリゴブリンで、溶かせ回復しつつ、オッケー。で、この間に、ガゴムレで溶かします。ダメージ高いんでね、ガゴは。これも、あはー、矢の雨。矢の雨はね、ちょっと違う。まあもう270これ守れないんで、諦めます。諦めつつ、まあ、このラバは多分放置でいいっすね。放置でよくて、僕は、まあダメージをちょっと稼ぎたい。いや、このね、3体が強いのよ。なんか何にでも強い。これクエク打って全部、全壊し。オッケー。で、まあ、こっからですよね、問題は。ゴブ小屋を2周回すか。一応バルーン用にね。さあ。で、ガーヒーもしたいんですけど、矢の雨来るタイミングぐらいで、マジで、ヒースピして、これ来ますからね。見てください。矢の雨来ます。で、それを耐えます。来た！ほら、見て。耐えた。来た！初めて成功した。これがね、強いっすね、ちょっと。成功したのか、ちょっと疑惑まで、矢の雨外したんじゃないかなっていうようなラインではあったんですけど、ワンチャン。これは美味しいですね。これ多分耐えれますね、余裕で。耐えれる。で、この中から、この3体がね、めっちゃ強いのよね。結構火力ありますね。普通にヤリゴブリンと一緒ですから、俺に65のために、スペルを打てというのだな。打ちます。確実にね。打って、あとはもうウッドを回して、勝ちと。いやもうね、マジで、相手が矢の雨とか雪玉、ザップ系だったら、ファイボだったらまた話が違うんですけど、ポイズンとかね。もうね、そういう矢の雨ウッドザップ系が飛んでくる場合はね、すぐヒースピっぽいって出してあげれば、逆にフルカウンターになっちゃいますね。でも、矢の雨とかも使った時にガゴムで来た時は、相手、罪ですからね。まあそんな感じで、対バルーンとかもそんなもんすね。アイゴレバルーン来てもガゴムで出して、こう雪玉プラスのアイゴレで、まあ、ガゴムレとかって溶かされるんですけど、やっぱその瞬間にヒースピ当てることによって、ただただ、もうね、相手の雪玉は2コス失ったっていう感じになって、ガゴムレ回復して、お疲れ様でーすってなるので、まあ、それを狙っていきたいですね、意図的に。相手はゴーストか。メガナイトゴーストスケバレとかも流行ってますね。ワンチャンスケバレ来たらもう速攻と、あ、ペッカだ。これペッカエレキザップっすね。あ、戻ってくんねえかな。あ、戻る。優秀。エレキザップディカポイみたいなのも増えてますね。ペッカゴブゴヤか。多分そうっすね。僕の記憶が違わなければ。で、ゴースト咲いたんすよね。わあ、すげえ攻めてくる。これちょっとマスケ回復したいんでね。回復します。あれ失敗。まあ、失敗ですが、これ行っちゃおうかな。行っちゃいまーす。で、ペッカかな。これ、多分、ウッド打って、いや、なんか、いいウッドになりましたね。たまたま。マスケを延命しようとしたんですけど、まあ、それは失敗に終わりますが、まあ。ペッカゴブゴヤですね。で、ホバがね、まあ、ちょっとだけ厄介です。ほんのちょっとだけね。で、相手、ポイズアップだと思うので、ここっすね。これ耐えれるかな？これヒースピーの使い方マジで大事っすね。まあ、マスキを残すヒースピーなのか、まあ、バーバリアンを回復させるヒースピーなのか、まあ、ペッカでワンパンされちゃうので、それはちょっとまた使えないんですけど、これね、これすごい大事っすね。マスケ回復して、なんで回復しねえかな？さっきから俺ヒースピのエイムがめっちゃ下手っすね。マジで。ヒースピのエイムが下手。もうワンテンポ待って出したいっすね。で、小屋置いてくんのかな？ワンチャン置いてこない。あ、置いてきたら美味しくいただいて、これちょっとあれっすね。もう攻めたいっすね。多分ペッカがケツぐらいから出ると思うんすね。あ、これ逆サイ。え、これっす、これ。ロイホグ、ガゴムレ、ヒースピで、ああ、なんか、邪魔。ああ、いいポイズンだ。これはいいポイズン。普通にポイズン打たずに、エレキとかで処理しようとしてきたらね、今のもう余裕で、よいしょ。突破できてたと思うんですが、まあ一回守りまーす。最強バーバリアン。で、ヤリゴブリン最強。
ちょっと怖いので声を置きます。でロイフグ飛ばしてヒースピやってクエイクって全回復してエレキ振ってこい。エレキオッケー回復ありがとう。これねエレキとかも全部美味しくなっちゃいますからね。しかも謎に逆性が刺さる。さあさあさあ、であのゴースターも無視ですね。あのゴースター無視で、あ来ました、ロイフグガゴムリヒースピのターンが来ました。まあ、そんなことしなくてももう勝ちなんですけどね、正直。クエイクで。あ、相手はこれは諦めの。諦めの。さあ、回復して。エレキ来ても全回復。ありがとうっていう風な感じで、ロイフグガゴモレヒースピしとけば、勝てます。まあ、防衛がちょっとあれっすね。なんか軽い系があんまないので、なんかババオとかガゴムレとか、ゴブグアとか、ちょっと重いのが、まあ、なんかいっぱいあるみたいな感じなので、まあ、ヒースピでなんとかするとか、ウッドとかで耐えるとかになりますね。なんか細かいのがちょっとないのが、まあ、若干こう、慣れないと使いにくいかもしれないんですけど、慣れればね、マジこれ、めっちゃくちゃ強いと思いますね。はい。なんで、すごい、おすすめしますね、ワイは。はい。まあ、ウィザードとかが多い人は、ドンマイっす。ヒースピ当てても、ウィザードで、パーン!バチコーン!って感じで消されちゃうんで、まあ、そういう方は、お疲れ様でした。で、ガゴムレの奥がコウモリで、こう、やってる人もいたんで、まあ、ウィザード多いなーっていう人はガゴムレ、コウモリに変えてもいいと思うんですけど、まあ、このデッキ自体、ウィザード、罪だと思うんで、まあ、そういうことはね、また、別のデッキをあげるんで、そっちを参考にしてもらえたらいいかなと思います。ちょっとマッチング長いですね。マジで。マッチング長い。もう寝ないとね、僕のお腹が空きすぎて、ちょっと持たないですね、明日まで。今日もロースカツしか食ってないですね。ロースカツ。最近マジで毎日飯作ってるんですよ。まあ外食はまあね、家出るの控えてるんで、こう、まあスーパー行って何日か分のこう材料をいろいろ買って、まあそれでお家で料理して、まあスーパー行くぐらいのね、外出は許してほしいんですけど、本当に。行かないと僕死んじゃうんで、マジで。はい。で、行ったんですけど、こう今日スーパー行くのが遅くて飯作るのがめんどくさかったんですよね。なんで安くなってた惣菜コーナーのカツ、とんかつっすね、普通にとんかつがあって、普通だったら300円ぐらいするんですけど、もう1枚ね、大きいやつが300円ぐらいするんですけど、もう閉店間際だったんで150円だったんですよ。そうなんで安かったんでカツ買って、カツだけチンして食っただけなんですよね、僕今日夜に。なんで、もう、晩ご飯は何時食ったらだろう。でも、言うて、10時とか9時半とかに食ったと思うんで、まあ、そっからって考えると、今3時で、まあ、結構時間経ってるんでね、もうお腹が僕限界ですね。寝て、明日の昼に何か食うとかですかね。朝ごはんは、めんどくさいんで食べないタイプなんでね。さあ、マッチングギター、タイトンドゥオ、これ、キョスケバルーンっすね。マルチでいるやつじゃん。普通に。CWA カップって。大会出るな、出るな。うまいやつやんけ。バルーンかな、アイゴレって。おハンタースケバレだ。高回転。ロイフグ30種とかかな、まあ。いろんな可能性がありますが、決め何のデッキでしょうか。はぁ、なんだこれ。なんだこれ。すごいデッキだな。ハンタームート。あー、スケラーっぽいっすね。なんかもう、僕スケラですって言ってるもん、これ。ウッドサイター、ああ、いいウッドっすね。墓石と同じ感じで、壊れる瞬間のゴブ側にウッド打つと、まあ、出てくる3体のね、ヤリゴブリンも一緒に処理できるよーって感じっすね。うわ。ほい。お、なんか回復してる。回復して、ああ、いい働きした。これね、ガゴブレの強みっていうのはね、やっぱこう、処理されるまでに、まあ、ヤラアメとかのポイズン、ファイブとかで処理されるんですけど、処理するまでにね、やっぱ相手のユニットを溶かすっていう行為をしてくれるんですよね。活躍してくれて死ぬんですよね。英雄っすよね。素晴らしい。何もせずに散っていくんじゃなくて、ちゃんとね、相手をこう、潰してから去っていく。いや、素晴らしいですね。よいしょ。さあ、そんなわけで、相手がポイズン使ったので、後ろからマスキスたきつつ、回転早いっすね、相手。え?めっちゃ回転早いんだけど。しかもなんかあのムート残りそうだな。
これさ、ババつけたら相手辛くね、辛い、あのローフグでウッドサイトよね。ん、来たくない、来た、これあー、いや、うまいヒースピ。まあ、でもヤリゴブリンが、ヤリゴブリン、あ、やばい、回復した。相手もめっちゃ回復する。いや、けど、いや、クエクツイですね。施設じゃなくてもシンプルに遅延効果があるので、そこがいい感じに働いていきますね。で、ここの高めだと、逆サイムート釣れるんですけど、普通のムートが立ったら止まんない。ポイズン来るよね。いや、いいですね。そして、これもね、ライフガゴムですればね、落ちます。ローフグガゴムリヒースピで相手、おじいじい、これ絶対止まんないですよ、だって。で、回復して、もうクエイク打って、あ、クエイクいらんかった、シャシャった、やべえ。11交換だな、これ。多分耐えれない。だから、攻めます。11交換で耐えれないので、この間に攻めちゃって、相手コストないない。ない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 。コストないない。ないないない。いけ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 。いけいけどんどん、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 マジで。来た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 。で、適当にヒースピピョイってすると、全回復、全回復、全回復。来たー、タイトンジュオ、読み方知らんすけど。あ。マウント取っていきますか。まあ、CWA カップっていう海外の、まあ、大会、こういろんな国の、こう上手い人たちが出る大会に出る人なので、まあ結構上手い人だと思いますね。はい。ってなわけで、8000いってないんだな。というわけで、今日はこんな感じで終わろうかなと思いますが、マジでこれ結構強いと思うので、はい、使ってみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もね、ぜひお願いします。コメントも毎日基本全部返してないわ、返してない、1個も返してないけど全部見てます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価もお願いね。バイバイ。